はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね、うん、仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC05 ツタンカーメンゴースト&信長ゴーストセットと GC06 ベートーベンゴースト&ベンチェゴーストセットです。12月5日に、両方とも一気に出ましたね、うん、GC05、GC06、うん、この GC05 は割とスペクターより、うん、GC06 はゴーストよりということになりますね、うんうん、はい、じゃあ早速開けてみましょうか。はい、おお、すごいキンキラキン、うんうん、信長もスタンカーメン両方ともキンキラだな、うん、ほい、今度は白黒だな。そうだね、こっちは白黒色だね。ベートーベンとベンケー、はい、じゃあセットしてみましたね、はい、まずこちらがベンケーゴースト、そうだね、それでベートーベンゴースト、そうだね、それでチタンカーメンゴースト、さらに信長ゴースト、そうですね、うん、そうですね、だはい、こちらがベンケーゴーストですね、うん、ここが透明だからちょっと分かりにくいかもしれないけど、うん、白い目がついてますね、うん、こうすると分かるかな、あ、見えるね、はい、で、これ上に上げるとベンケー魂の顔だね、ね、はい、そしてこちらにはガンガンセーバーのハンマーモードついてますね、でっかいね、でっかい、ね、そしてこちらがベートーベンゴーストですね、うん、ベートーベンらしくね、この横側このね髪の毛っぽいの出てるよね、うん、はい、でこれ顔上げるとベートーベン魂、はい、そしてガンガンセーバーのアジナタモードがついてました、そうだね、うん、そしてこちらがツタンカーメンゴーストですね、はい、これはスペクター用だから角が2本ありますね、はい、袖がないねこれね、うん、はい、でこれが手になってる、あ、ここね、うん、これ金の手ね、で、ここ上に上げるとこんな感じ、うん、はい、そしてここにはガンガンハンドカマモードがついていましたね、そうだね、うん、これはちゃんとここがっしり掴んでるハンドが、うんうん、ね、コブラ系で掴んでます、うん、最後にこちらが信長ゴーストだね、うん、これすごくゴージャス、うん、金がねふんだんに塗装されてますけど、うん、後ろ側の襟まで金だよ、うん、ね、そしてこちらにはガンガンハンド10モードがついてましたね、はい、はい、それではですね、今回もやっていきましょう、ゴーストチェンジ対決、はい、やっていきましょう、このね、ゴーストチェンジしてる間、音声が鳴ってる間にゴーストチェンジさせるということですね、はい、うん、はい、ではまずエイシン君はゴースト系だね、うん、まず弁慶ゴースト魂、うん、これからやっていきましょうか、はい、はい、じゃあパパがこれはやるからね、うん、ゴーストドライバーいきますよ、じゃあ、うん、あ、ナンバリングしなくていいね、あ、そうだね、ナンバーセット、全然だ、これちなみに武器持たせるとこまでやんないといけないからね、うん、はい、ということでシンク作ってくれました、うん、これが弁慶魂、すごいね、かっこいいじゃん、うん、うん、弁慶っぽさ出てるね、うん、この数珠みたいなのもちゃんとできてるしね、うん、いいんじゃないですか、うん、かっこいいね、うん、白いのがいいじゃん、うん、ね、うん、白黒だね、まだだ、フライングだ、はい、ほら、あ、ごめん、三角、OK の四角、あー惜しかった、惜しい、はい、ということでこちらがツタンカーメンゴースト魂だね、うん、これすごくかっこいいよ、うん、ここのね、フードがね、形違ったんだね、うん、気づかなかった、うん、すごいファラオっぽくてかっこいい、これ、うん、いいんじゃないの、うん、確かにこれすごいかっこいい、気に入った、うんうん、スペクターの中で一番いいかも、うん、ナンバリング飛んで、じゃ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 ーん、
ープする気ないでしょ。すごいゆっくりだったんだけど。はい、こちらがベートーベンゴースト魂だね。そうだね、はい。これはなぜかなぎなたモードを持っておりますね。はい。で、このベートーベンの手、これピアノ弾いてる。ピアノ弾いてるようにしたんだ、うん、そうなんだ。これあれだね、なんかコートみたいになってるんだね、うん、長いですね、うん、はい。信長、桶狭間、ま、うーん、難しい。やっぱり難しいなこれ、うん、こちらが仮面ライダースペクターの信長魂ですね、うん、これいいんじゃないの。そうだね、もう長袖、見た目はすごくいいね、うん、ただ心配した通り腕は曲げられないので、こんな感じになっちゃうかな、それだけ変な感じになっちゃうけど、はい。ということで今回は仮面ライダーゴーストのゴーストチェンジシリーズ GC05 ツタンカーメンゴースト&信長ゴーストセットと GC06 ベートーベンゴースト&ベンチェーゴーストセットでした。はい、2つとも長いね、うん、商品名がすごく長いですけども、今回の対決は2人ともダメでしたね、うん、全然間に合いませんでした、うん、難しいよね、うん、もうちょっと編集音が長ければいいんだけどね、うん、はい、ということで、ゴーストチェンジシリーズ全部で10個、うん、10体、あのゴーストとスペクターもあったらね、10体だったんですごいね、うん、なんかまだ始まったばっかりじゃなかったっけ、ゴーストって。始まったばっかりだね。なんか勢いがすごすぎるんだけど、うん、でも心配になってきた。でも、はい、ということで、今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、コメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、今日はストレートにいきましょうか、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。